にちは、お肉です。今回はイッチと LINE フレンズのコラボのキャラクターが完成したので、早速見ていこうと思います。 LINE フレンズのコラボは今だったら BTS のこちらのねキャラクターがあるんですけど、多分これは日本でも見たことがある方はいらっしゃるかなっていうふうに思うんですけど、 BTS が実際にこういうキャラクターがいいっていうのを書いたりして、それを元に作られたグループだと思います。そしてそれを今度はイッチもやるということで、イッチが LINE フレンズとコラボですよ。もう超嬉しいなっていうふうに思って、もうこちらの LINE フレンズのこのコラボキャラクターのグッズが出たらもうすごい買おうっていう風に思っていたので、日本で買えるかとかちょっとよくまだ分かってないんですけど、メンバーたちがデザインしたキャラクターが出来上がったので見ていこうと思います。で、私も本当にパッて見たばっかりなので、こちらのキャラクターがちょっと読み方とか本当に分からなくて申し訳ないんですけど、まずイェジちゃんが作ったキャラクターを見ていこうと思います。イェジちゃんが作ったキャラクターはこちらなんですけど、この子は子猫かな、子猫でスイートポテトが好きな猫ということで、めっちゃ可愛いですね。で、これ頭が山みたいになってるのかな。このキャラクターすごい可愛いなっていうふうに思って、猫なのはすぐ分かったんですけど、こちらのキャラクターですね、ピンクですっごい可愛くて、なんかもうまつげの感じも結構イェジちゃん似てるんじゃないと思って、はい、そして次見ていこうと思うんですけど、次がこちらのリアちゃんのキャラクターで、これリアって読むんですかね。これ普通にリアって書いてあるのかなと思って、こちらは何なんだろう、これ何のキャラクターなんだろう。これは怠け者みたいな感じで、なんかリアちゃんをね、多分名前もリアなのでリアちゃんをイメージして、なんか斜め掛けのポシェットがドーナツになっててめちゃくちゃ可愛いんですけど、このキャラクターやっぱ私リアちゃん推し、リアちゃんとイェジちゃん推しなので、さっきのハットちゃんとこのリアちゃん応援したいなっていう風に思って、めっちゃ可愛い、癒されますね。みんなすごいクリエイティブ能力が素晴らしくて超可愛いな。まあ、ここに至るまでも動画に出てるんですけど、メンバーたちがすごい考えて作ったキャラクターたちなんですよね。で、次が、リュジンちゃんのお猿さん、可愛いトゥクって読むのかな?めっちゃ可愛い。パーカー着てるお猿さん、しかもパーカーのフードをね、パッて被ってるお猿さんですね。こちらもめちゃくちゃ可愛い。なにこれ?リュジンちゃんにぴったりなキャラクターっていうかね、リュジンちゃんっぽいですよね。これ可愛いな。このキャラクター結構そのキャラクター単体だったら結構一番好きかもしれないです。なんかその持っててもすごいラブリー感すぎない感じで、なんかかっこいい感じのものになりそうかなと思って、これすごい可愛いなっていうふうに思います。可愛い。で、次が、チェリョンちゃんがデザインしたこちらです。これ、チュング?なんて読むんですか?すいません。これもね、読み方がわからない。キツネさんかな?もうこちらもめっちゃ可愛いな。これちょっとね、チェリョンちゃんに似てる気がする。なんかスターバックスみたいな。コーヒーが好きなキツネさんなのかな?めっちゃ可愛い。これも可愛すぎる。なんか結構それぞれ、すごい味があって可愛いなって思って、こちらも超可愛いですね。で、最後がユナちゃんが作ったこちらのキャラクターですね。キャビットっていうのかな?キャットとラビットを混ぜてるのかなっていう感じなんですけど、私自身このクリエイターアカデミー、このクリエイターで作ってるとこの様子とか見てないんですよ。韓国語ばっかりだったと思うし、なんか英語も私わからないので、ちょっとわからなすぎて見ていないんですけど、こちらも猫ちゃんみたいな感じで、ちょっとね、なんかキティちゃんみたいなリボンもついて、すごい走ってるから多分ラビットみたいに走るのが速いって意味なのかな。こちらがユナちゃんのキャラクターで、このキャラクターもすごいラブリーで可愛いですね。で、しかもなんか、ん?って、あ、待って、なんか右上になんかクエスチョンマークがついてる。ここになんかの影があるので、多分もう一匹ぐらいキャラクターがあるんですかね。ちょっと気になるんですけど、そんな感じで結構ね見てきたんですけど、どのキャラクターも超可愛いし、やっぱイッチがねデザインしたグッズなので、どうしても欲しいなっていうふうに思いますので、もし日本のストアで売られたら買いたいなっていうふうにも思いますし、韓国の LINE ストア行きたかったな、今行けない状況なので、なんかどういう風に買えばいいかがちょっとわからないんですけど、もしね、日本でも買える感じのものがあったりとか、これからグッズができたら紹介もしていけたらいいかなっていう風に思います。こちらのね、可愛い可愛いキャラクターたちの感想をコメントで書いてくださると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、バイバイ。はい、もう見てきたんですけど、もうイッチがね、デザインするキャラクター超可愛いなっていう風に思って、私結構カカオフレンズとかもキャラクター可愛くてすごい好きで、LINE フレンズはね、逆にあんまりグッズを持っていなかったので、これで私も LINE フレンズにこれから行く予定ができたなっていうぐらい楽しみだなっていう風に思います。で、こういう風にコラボをね、してくれるのすごい嬉しいし、BTS がコラボするってすごいじゃないですか。で、日本のに来た時も確か超並んでたと思うんですよ。なので、これがね、イッチができるってことが私的にすごい嬉しいし、こういうコラボグッズが
あるのはすごい嬉しいですね。ですごいね、真剣に考えてると思うし、なんか結構イッチはやっぱり日本市場もなんですけど、なんか結構英語字幕とか英語を使ったりすることも結構多くて、海外にね向けて発信してるのかなって思うので、ちょっとね難しいというか、私みたいな韓国語がなかなかできない人にはね応援できづらいんですけど、それでもイッチすごい好きなので、これから応援していきたいと思います。